写真拡大。中日 8-1 DeNA 16日名古屋ドーム。 DeNA ラミレス監督が潔く敗戦を認めた。首の張りで2戦連続欠場した筒香抜きの打線は中日先発の19歳山本に7回まで無得点に封じられた。初対戦だったのもあるので、そういった部分でつながらなかった。今日は彼がいいピッチングをしたということ。3連勝を逃し、巨人の優勝マジックを1つ減らしてしまった。